もう喋んなよ、もう。飲めばいいやん。始められへん、行くでもう。ちょ、あっちゃんです。今日は、6月の23日水曜日。23日水曜日いうことでね、ちょっとお片付けの途中です。もうそろそろ荷物がね、明日から届くんでね。多分この動画上がってる時にはもうそろそろ届き始めてるかなっていう感じやねんけどもね。片付けながらでめんどくさいでね、昨日ちょっと多めに作ってあった、炊き込みご飯のおにぎり食べます。いただきます。炊き込みご飯、あっちゃん結構ね、炊き込みご飯冷めたやつが好きで、ね、でこれミルキークイーン、今回はね、玄米じゃなく、胚芽米まで精米したね。胚芽米やからミルキークイーンの甘くてもちもち感が出てんねん。で、まあこれ炊き込みご飯やからね、白米の美味しさってのはそんなにないけど、出てないわけじゃないんだけど、白米の美味しさっていうのは、よりも味付きが、味がついてるからね。ある程度、なんていうかな、お米に美味しさは入ってるんやけど、ミルキークイーンってね、冷めてからが美味しい。からっていうかね、普通のご飯って炊いた時って大体美味しいの、お米っていろいろあるけど、コシヒカリなんかでもそうやけど、冷めちゃうとちょっとね微妙ってとこあるけど、ミルキークイーンはね、冷めてもめちゃくちゃ美味しい。なんかお弁当には最高やねんね。なんか冷やご飯食べたらめちゃくちゃ美味しいのよ。だから今回あっためへん。あ、これごぼうとかきのことか入っとったらもっと美味しいんやろな。いかがね、きのこ嫌がん、ごぼうは昨日ね売り切れぞってなかったから。シャリシャリね。あ、大根べ。おいしい。ね、炊き込みご飯の味と冷めたミルキークイーンの美味しさがね、ここに昨日のめんつゆの原液のかつおだしが効いてる。だし醤油と、で、普通の醤油がちょっと味付けしてるから、めちゃくちゃ美味しいね。結構炊き込みご飯のね、溜めたおにぎりが好きで。鶏もね、溜めても全然、パサつきとか、変な感じがなくね、美味しい。野菜も入ってるしね、タンパク質も入ってるし、まあ、いいんじゃないのかな、バランス的にはね。炊き込みご飯はね、あんまり何もいらん。あんまり炊き込みご飯だけで、ご飯のおかずも、野菜も、お肉も入ってるからね、体に良さげで。使ってる調味料は、天然調味料ばっかり。自然なもの何も使ってへんからね、いいと思う。これで女子も飲んだらいいんやけど、めんどくさい。めんどくさいな。美味しい。美味しいね。炊き込みご飯ね、冷めても美味しいのはいいよね。結構ね、ミルキークイーンで炊き込みご飯してからね、冷めてからも美味しいから。ね、完全養殖員、ゆで卵で食べましょうか。一日ね、卵を数個食べると体にいいんでね。今日塩はね、和歌山、熊野灘、
南紀の、なんかすごいね、プログラフでキラキラキラして読みにくいねんけどね。南紀熊野灘の海水を汲み上げて、薪でじっくり煮詰めて天日で干したお塩です。ひらがま天日、これを、ね、使います。はい、この間買ってきたやつね、よってってで、いただきます。うまみのあるよ、醤油。熊野灘、南紀の、お塩はね、黒塩やね。この前買ってきたの、黒い炭の塩。あれもね、この塩やね。この塩と炭糸で炊き上げてあるらしくてね。同じ塩やねんけどね。味はやっぱ違うの。こっちはちょっと酸っぱみがあるかな。塩ってね、何やろ、炊く釜なのか、海の海域で違うのか、塩によって味が違うのね。で、岩戸の塩はすごい鉄分感じるよな。ひらがい、ひらがい卵ね。これ山口汁もよね、ひらがい卵ね。もうあの一問やつ、なくなってもね。山口の卵もね、味しっかりして美味しいよ。あの子ね、結構宗教でってみたいな感じでって言われてるけど、システム自体あっちゃんすごいいいシステムやと思うんやけどね。知らんけど、はっきりと知らんけど、はい、なんかあっちゃんの理想に近いものがあるなとは思うよ。中身見てへんか知らんねんけどね。物自体も結構天然で芋も厳選されてるみたいから、卵の説明見てたらすごい見事書いてあったから、人間ってね、人と違ったことをする。例えば昔に戻す、海水天日塩ってすごい体にええねんね。でも頭の中にある間違えた洗脳、現代の洗脳で塩は体に悪いとかで、塩っていうのはね、取っちゃダメとか、あと農薬自体が危ないのは分かってるけど、農薬まみれのものしか売ってない、に毒されてて、でもちろんお味噌も醤油もそうやねんけど、醤油飲んだら死ぬとか、お味噌はね、体にいいって言いながらわけわからん塩つこどったり、そういうもん食べててね、病気になってね。で、病気はウニやとか言われてる、ウニとかなんだ、遺伝とか言われてるけど、そうじゃなく病気にならない食べ物ってあっちゃんはあると思うね。それを究極に突き詰めていくと、いい塩で作った醤油味噌、やっぱり日本食、ヤップ遺伝子が考えた食べ物やとあちゃんは思ってんねん。っていうことを言うと、うさんくさいだの、宗教やの言われんねんね。結局間違った情報に染められてる人たちっていうのは、正しい情報イコール少数的な意見ねを受け入れることができへんねんとあちゃんは思うね。だから、なんていうのかな、なんでもかんでもね、正しいものを正しい目で見れなく、間違ったものが正しいっていう線の、これが多数決の怖さやねんけど、民主主義の怖さやねんけど、だからって共産主義が正しいんかって、そうじゃないけどね。
民主主義やからって言って、何でもかんでも多数が正しいんじゃない。だから多数じゃなく少数派っていうのがすごいいじめられたり嫌われたりする原因やね。特に性的少数派、LGBT とかでもそうやねんけど、やっぱり偏見でかなりいじめがある。だからって言って、今それをなくそうって言ってしゃしゃり出ると、またそれはそれで利権があって、その人たちは動いてて、もう動いてるからやと思うんだけど、当事者にしてみたらすごい逆効果やねんね。そっとしといてよってことなんだけども、まあそんなもんですね。結局、その他大勢が正しいっていうわけわからん間違った風潮がこの世の中にあること自体おかしい。だから山岸信人なんかでも、あっちゃんはそんな悪いもんじゃないと思うね。ただ宗教臭い、いろんな宗教、わけわからんうっさんくさい信仰宗教があるから、それと混同されてるんじゃないのかなってあっちゃん思ったりもすんねんね。だから、多分中村村なんかにも宗教やって言われたり、うさんくさいっていう人は出てくると思うし、入村したらね、取り返しに来る人とかも出てくると思うよね。即世間に染まってる人にしてみたらおかしな世界に見えるかもわからんけど、まっちゃんは理想の世界だと思うね。無農薬を、じゃなくて、もう無農薬を使わない。昔ながらの製法で物を作る。で、ね、家畜にしてもね、まあうちでそこまでできるかどうかわからへんけどもね、まあ卵ぐらいだったら作れるかわからんけど、平飼いにしてね。そういうね、食の安全を考えて、なんていうのかな、ものを栽培するってすごい大事なことちゃうかなーってなっちゃうもんね。だから、要は食をね、ちゃんといい状態にしたら、変な病気にはならへん。だから、結局、病気なんてものは食。だから、遺伝って言われてるけど、遺伝じゃなく、その、ね、親が食べてるものと同じものを食べて育つから、同じような病気になるんじゃん。だから、遺伝ではなく、食べ物ちゃうかなってあっちゃん思うんだけどね。だから言ってみたら遺伝やって言うけど、ほんなら生まれた時に取り違えた人はどうなのかって、結局すごいね、ね、極端な話やけどもね、すごい血筋がいいとか悪いとかって言い方おかしいけどもね、病気にならない血筋の人が病気が代々この病気で亡くなるっていう血筋の方の子供と取り違えられて、生まれたすぐから育てられたらね、その人は病気になって、全く病気にならへん血筋に引き取られた、歴代病気で亡くなる家族の人たちが亡くならへんのちゃうかなってあっちゃん思う、ね。食べ物、こんなもん食べ物とね、生き方ちゃうかな、ストレスとかそんなんちゃうかなってあっちゃん思うんだけどね。だから何でもかんでも先入観で入るよりも、っていうかやっぱりね、宗教っていうのはうさんくさい、正直。それが新興宗教だけじゃなくね、もうこんなこと言ったらおかしい、悪い、多分叩かれるかもわからんけど、昔からある宗教にしても全部うさんくさい。だって後からできたもんやから。だから結局神道、誰が作ったでもなく自然発生して、一番古い、ね、宗教って言ったらおかしいけど、一番古い信心するものっていうのは、あっちゃんは神道やと思う。だから後からできた後発の宗教っていうのは結局洗脳装置じゃないのかなとは思う。そんなこんなでね、今日は、天然素材でできたものの残り物のお昼ご飯と茹でたものでした。美味しかったです。ごちそうさま。またこんな話もいつかしたいと思います。ということでちょっとね、なんか目がすごくだるくってね、ぼわっとしてんねんけどね、今日も引き続き昼からお片付けしていきたいと思います。またね、バイバイ。